今日はミルクレープ作ります。ミルクレープはミルフィーユのミルだから千枚の層になったクレープです。ミル、ミルちゃん、ミルです。リコです。材料はすごくシンプルで、卵とお砂糖と牛乳と小麦粉、オイル入れます。しっとりしてますね。それを混ぜて寝かせて、頑張っていっぱい焼いて、クリームを挟んで出来上がりです。一緒に作っていきたいと思いますので、ステップバイステップでついてきてください。ではやっていきたいと思います。材料が強力粉とグラニュー糖と卵、牛乳で溶かしバターです。材料を順番にぐるぐる混ぜていくシンプルな工程ですが、溶かしバターが固まってしまわないように、分量の牛乳はあらかじめお鍋または電子レンジで人肌に温めておいてください。卵も同様に冷蔵庫から出したてではなくて常温に置いておいたものを使いたいですね。使用している粉について、今回はすべて強力粉で作りましたが、薄力粉、小麦粉でももちろんできます。強力粉で作ったもちもちっとした食感を楽しみたくて、今回は強力粉にしていますので、手に入らない方とか薄力粉で作ってみたいという方はトライしてみてください。ちなみにこの時、実は全ての材料が冷たい状態だったので、最後に生地をこす際にバターが固まってしまい、とっても苦労しましたので、皆様は気をつけてください。このクレープ生地は混ぜ終わってから約半日、冷蔵庫で寝かせる必要がありますので、完成までの時間配分にも気をつけてください。寝かせます。ここに牛乳と卵とグラニュー糖と小麦粉入っています。レンジでチンするカスタードを作りますので、チンしていきます。ラップなしでいきます。600ワットで2分です。混ぜます。何も変わりないです。まだ2回目、まだ変わりませんが、少しトロッとしてきました。3回目、固い、いい感じです。クリームです。本当はお鍋で卵黄だけで作りますけれども、これ無駄のないように全卵で使ってレンジでチンできる、今日もこれを使っていきます。 OK。 ちょっと固めに泡立てた生クリーム、8分立てですね。 40% の生クリームと、こっちも入ってるんですけど、ふわふわ美味しそうなカスタードをまた最後まで混ぜていきます。すごい量、すごい乳製品だと思いません？ミルクレープ、これぐらいの硬さが食べるときに崩れなくてよろしいかと思います。 OK。 出番まで冷やしておいてください。ではいよいよクレープ焼いていこうと思います。ちょっと火つけて中火で、昨日寝かせておいた生地ですよ。ちょっと常温に出しておいてください。とバターと粉が固まって下と上に分離してると思うので、温まったらオイルを気持ち倍ぐらいね、シューン、くる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 、足りなさそうだったら足してください。
最初多分だんだん上手くなると思いません？そう願う。 OK、 これで焼いていきます。クレープ用のクレープパンっていうものがあって、クレープだけを焼く専門フライパンがあるんです。薄くてまっすぐで、こうここの高さがないのでシュイッと取りやすいんですけど、あと多分伸ばしやすい。直火専用なので私はちょっと今使えなくて残念なんですけど、クレープ大好きな方はちょっと探して買ってみてください。いい感じに色がついたと思うのでひっくり返してみます。よいしょ、はい、いい感じ、いい感じ。裏はサラッとでいいです。そしたらこれよいしょ置いていきます。全部焼き上がるまでに手をやけどするような気がするので、製菓用の軍手をしてます。左手でちょっと触るけれど、お家用なのでいいです。お家でも製菓用の軍手あると便利ですよ。このまま型を持ったり熱いものを触るときに便利なので、一つ持っているといいと思います。手前から向こうにするのが、いやーダメだった、いいと思います。軍手、軍手、軍手は怖くない。こうです。 OK、 全部で18枚なんですけど、これ入れて1個すごいぐちゃぐちゃになったので食べましたので、今日は17枚でいきます。カスタード作った、クレープ焼いた、あと今日キャラメル風味にしたいのでキャラメルソース作ります。お鍋にグラニュー糖とお砂糖が入っています。中火にかけてキャラメル色に焦がしていってください。換気扇ちゃんと回してくださいね。警報になりますので、グラスに入ってるのでお水に見えるかもしれないですけど、お湯です。お湯を、これがキャラメル色になったらシバシバシバシと入れていきます。ここすごい熱いので、こういう上で何かを動きをすると火傷しますので気をつけてくださいね。今で110度超えたぐらいだと思います。キャラメルっぽい匂いがしてきました。少し色づいてるんです。見えますか？キャラメルというからに私は結構焦がし気味のキャラメルが好きです。でここでも、お湯を足すときに羽が上がるので、こういうときに軍手は使います。結構いい色です。これぐらいいい感じの焦げだぞと思ったら火止めてください。余熱でもどんどん上がって焦げていくので気をつけてくださいね。火を止めたら用意していたお湯を入れます。ほう、はいよ。雨になっちゃうので気をつけてください。緩めてます、お湯で。これで OK です。耐熱のゴムベラがありましたらちゃんと溶けているか確認していてください。こんな感じです。ではでは仕上げをしていきます。冷えたクレープと冷めたキャラメルソース、ドローンとしてますと美味しそうなクリームです。一番上になるクレープ、破れてないもので少し焼き色綺麗かなっていうものを一つ取っておいてください。最初に焼いた綺麗な面が下にしてください。ちょっとこっちネチネチっとしてるので、こちらが下の方がケーキ取るときに滑りやすくて入りやすくていいと思いますので、あとは焼き面を上に上に重ねていきたいと思います。外側を、残して1センチぐらい乗せていくので、結構クリームはね薄めなんですけど、ちょっとやってみましょう。回る回転台に乗せてます。
いっぱい食べたい気持ちはわかるんですけど、ミルクレープ食べるときに見たことある方あると思うんですけど、クレープとクリーム大体同じぐらいの厚みですよね。ということは1ミリぐらい。一番下はそれでもまあまあ外側までいってよろしいと思います。だって一番下だから、ここまでいっとこうか。で2枚目を重ねましょう。ここにこのキャラメル、カラメル塗ります。おいしそう。これ全部の層に行くと結構しつこいと思うので、あらっていうぐらい香らせたいので、 2,3 個に1個にしていきましょうか。どんここで使っているのはスパチュラという道具ですが、バターナイフやスプーンの背でもできますよ。分厚くならないように薄く薄く伸ばしてみてください。1センチぐらい開ける。開けて開けて。 OK、 次重ねます。これ最後の1枚です。取っておいたのをピタッと蓋をして、断面こうね。今日はキャラメルなので最後上にキャラメルを塗ります。全体にツヤツヤにします。おいしそう。また召し上がる時にタラタラタラっと残っていたらかけてください。ちょっと引きで見るといいと思います。なんでもギュッと寄っていたのでどうかしらって。で何の味でも共通ですが、これ今出来上がったものをすぐ切るとこうクリームがズリズリなんですね。なので切った端からこうあーって崩れていくので、ピタッとラップをして冷蔵したいです。これ最後でしたね。出来上がってから食べる前に塗るといいと思います。今度そうします。今日はちょっとふんわりしてラップしてみます。じゃーん、できました。やっと出来上がりました。ミルクレープです。直径だいたい20センチ、10ピース12ピースぐらいに切れると思います。食べてみたいと思います。お家にある一番切れるナイフで。見て見て、見えます？何層かなって見ながら、ところどころキャラメルが入ってます。ちゃんとカタカタカタって。あ、綺麗に綺麗に。いただきます。うん、おいしい。もうちょっと冷やした方が崩れなくていいと思いますので、5時間ぐらい寝かせて食べましょうかね。またはナイフとフォークでエレガントに食べてください。頑張った甲斐があるケーキです。レッスンでやるかもしれません。やりたいですか？メッセージください。